4S や 6S のバッテリーを使っていると、セルの中で、あの、一つだけダメになっているやつとかが出てくる時があるんですね。あの、例えば、こう、リポチェッカーで、パッと、これ 6S なんですけど、ピッてやると、これ全部3.7なんですけど、一つ目のセルだけ3.3なんですよね。で、こう、セルのバランスが悪くなることってよくあると思うんですけど、たまに一つのセルだけ死んでしまって、えー これはバランスがずれてるだけなんでまだ充電できるんですけど、これがエラーってなったり、表示されなくなったりして、一つのセルが死んでしまうと、スマートチャージャーだと、6S じゃないよとか、正しくないバッテリーだよって言って、録画、録画じゃないや、えっと、充電できなくなるんですね。で、そういう時に僕はどうしてるかというと、こういう、えっと、ツールを作って、セル、一つの、特定のセルだけ充電しています。で、 これ、どういうふうな仕組みになるかというと、まあこれ、単純に、充電したいセルに合わせて、このピンヘッダーを、このチャージディザートに差し込みます。で、そのもう片方が、えっ、ー、と、これは、マイクロ JST か、ピコモレックスかな、かどちらか、まあこのタイニーウープの小さい方、pH2.0 でもいいと思うんですけど、まあ手元にあるものを使って、こういった、えー、ちょっとしたツールを作ります。 1> で今1番目のセルがダメになっていたので1番目のセルを充電できるようにここに差し込みますちなみに2番目のセルだと1つずらしてこのようになりますで3番目のセルだと3456で最後ですねでまあプラスと,、えー、とマイナスだけ気をつけてもらってあのこのねグラウンドからこれ合わせるときにセルチェッカーでどこがグラウンドかよくわかると思うんですけど 差し込んだ時にグラウンドから123456セル目までになっているのでこのツールを使ってこの,この差し込めるこの金具は何かというとこれピンヘッダーっていうやつで名前はあのよく FC とかについてくるやつですねでこれを単純にこのピックテール的なやつにつなげてるだけなんですよそれでこれを 一番目のセルが今低くなっているので、これを3.7ぐらいになるまで充電したいなと思っています。で、これは4 0 0 m a アの電流が流れているので、これを3.4、3.3なんで3.7までにするのに、まあどれぐらいかかるかっていうのはちょっと計算してもらって、まあ自分はちょっとね、5分ぐらいやって様子見てっていうふうにいつもやってるんですけど、それで、こっちのチャージャー側は必ず4.2、 になるようにあの HV 対応のボードだとこれ HV 充電しちゃうので HV 充電しちゃわないように4.2の方に合わせてこれを刺しますそうするとこれチャージ中になっているのが分かりますでしょうかでこれでしばらく3.4が3.7まで他のセルと同じように3.7になるようにすれば全部3.7に揃うようになりますでエラーの場合はまあもちろんその ちょっと充電してみて復活するか試してみてください。あの本当完全に死んでいくらこれやっても復活しない場合もあります。その時はもう諦めてそのバッテリーは捨ててください。それとこういうふうに一つのセルがあのバランスアンバランスになるときっていうのは基本的にもうこれやって直したとしても次飛ばしたときに多分そのセルがまたすぐ 放電してバランスが崩れちゃうっていうことになると思うので基本的にそういう風になり始めるとバッテリーも結構寿命だなと思ってくださいそうならないようには基本的にはバッテリーを常に過放電しないように3.75ぐらいまでで、えー、フライトを止めるようにしてください